はい、来た来た来た、おつおつおつ、バンスター向かってます。今バンスター向かってる、岡野さん来た、これからやるぜ、男3人でバンスター配信、こんばんは、かますで、お疲れさん、お疲れさんです、来た、こんばんは、来た来た来た、こんばんは、おかえりなさい、こんばんは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 、来た、ただいま、こんばんは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 、お疲れ様です、こんばんは、こんばんは、楽しみ待って、こんばんは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 、あいさ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、お疲れ様です、こんばんは、イエーイ、こんばんは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 、来た、33歳夏休みやってほしいな、ロック響かせよ、こんばんは、33、こんばんは、こんばんは、こんばんは、あ、いいね、まっすぐのも、こんばんは、こんばんは、こんばんは、え、お疲れ様、こんばんは、こんばんは、楽しみ、ローソン、ローソン、あ、ローソン、ローソン、ローソン、あ、精神薬ありがとうございます。ローソン OK で。ローソン、ローソン OK。な、なんか飲む。え、マイスありがとうございます。いらないのでいいよ。俺別にいいよ。おお、なんだよ。あ、悪いな。ローソン。揺れたら揺れる。あ、悪いな、ちょっと。じゃあいいね。俺さっきホットワイン持ってきたっつったじゃん。あ、いやいや、酒持ってきたから。水あるから。皆さんお疲れ様。ローソンでアンニアイスでやる、こんばんは。あ、大丈夫です。え、場所はちょっとは、ノーコメントで、こんばんは。場所はノーコメント、向かう先が。ロガのお茶爆買うとね、こんばん、ノーコメントで、お茶爆買いざす。場所分かってもって、突金でお願いします。ね、よろしくね、こんばんは。お茶爆買いざす。外あったかい？いや、外はまあまあだね。お茶爆買いざす。ね。俺たちの心が燃えてるぜ。はい。なんて言ったって今日ライブだったからな。お酒飲み先いいね。うん、突金。俺今日運転じゃないから。酒持ってきた、一応。うん、楽しみ。ありがとうございます。のこさんの車ですか？そうだよ。今日あったかい。突したらどうなるの？突したらね、お前溶けちゃうよ。うん。溶けちゃう。俺のカリスマオーラに、ね、やられちまって。静止やがんす。溶けてしまいます。モノくん配信ありがとう。は？モノくん配信ありがとうってなんだお前？いや、どういうこと？落ちまくらずです。どういうこと？なんだお前？ゆうのすけ、あ、だから、ゆうも、俺も、モノくんも3人でやってんだよ、バーバー。な、ね。モノくん、ノコさん。モノくん、ノコさん、ユウくん、配信ありがとうだろ、そこはよ。静止アーカイブス、ニコ生、あ、モノくんね、マネージャーなしで何？ユウは、ユウはまた後で、ちょっとまあ、はい、静止アーカイブス、はい、ちょっと車から降ろすんで。ユウノスケ、全然見えない。後でもっと見えなくなるよ。車から途中で降ろすんで。はい。落ちまくらさす。怖いね。怖いね。セクハラ。そんな僕ね、セクハラみたいなことしませんよ。セクハラみたいなことしませんよ。ニコ生で誰、なんか、モノックニコ生やったってさっき聞いて。ポロリあんのだろうか。ポロリもあります。はい。ポロリもね、あります。お楽しみに。パワー、いや、ゆうのすけにまた後で、まあ、また、渡すよ。バンスター配信決めてくれて嬉しいです。そうね、そこは結構さっきも言ったんですけど、パワハラだぞ。バンスター配信、よくわからんハラスメント、ブラックマジかあんの、楽しみにしてます。ポロリあり。パワハラ配信、男だけを水着たい。マネージャー来ない。マネージャーなんか来ねん。来るわけねえだろ。マネージャー。もう、てんやわやしてるっしょ。アマノさんとかは。もう、てんやわやして、もうなんか手とか取れちゃってんじゃん。バズ、アマノさんとか、花井くんとかも、てんやわやしてると思う。マジ。ミサコさんの件はだって、やっぱ、バンモンの方も影響あると思うから、やっぱいろいろ事務所はてんやわやしてると思うよ。そうそうそう。新生かまってちゃんも当然だけど、こんばんは。今、スタッフ大変だと思うよ。ライブアリーパワハラ行く体力見習いたい。こんばんは、そうだね。男だけど水着分。物販もあるし、ミサコに電話しよう。電話とか別にしないよ、特別。お疲れ様。ミサコさん大丈夫ですかね？ミサコさんけど、全然、ま、俺たちはけど朝聞いたもんな。そうだね。朝聞いて、朝には全然熱とかも下がってて、んで、あれ、なんだ？あれ、コロナでもなくて、うん。まあ、コロナでもないって言うけど、まあ、それはね、まだ分かんないとこもあるからね、実際な。熱下がってって、そう。だから、コロナじゃなかったんだけど、でもまあ、それでもね、まだ分かんないとこもあるじゃん。うん、そう。無理は禁物だよ。そう、なんか無理は禁物、そう、大丈夫。陰性あったでしょ？そう、陰性あったけど。まだ、まあまあ、ね、まだ分かんないっていう、なんかそういう、あるでしょ。ね、喉がまだ痛いって言ってたからね。喉がまだ痛い。あ、そう、あ、そっか、そんなこと言ったね。喉がまだ痛いんだって、こんばん、ミサチーは。こうなのね、変わる時もあるしな。うん、事務所の判断が正しい。そうなんだ、取りまとめです。うん、だからそう。だからまだわかんない。ミサコさんも。うん、喉痛い、そう。グッズをロンティ着てんの？あ、グッズをロンティ着てるよ、俺。これ。はい。わけわかんない格好してる、今日も。起きたてでさっきだから配信も家から配信しても、なんか、今日なんか、ハイカラななんか、
なんかわけわかんねえ格好してんな、俺今日。確かになんかライブのようなライブじゃないよ。お茶わかんすね。なんだこれ。エイリアみてえな、なんか。なんかよくわかんねえ、なんかね、格好してますね。ハイカラな。うん。早く元気になるといいな。9時から、まあまあ、ちょっとミサコのことはちょっとね、まあまあちょっとね、体調の回復をちょっとまず祈るだけです。ハイカラ、おばあちゃんみたいな格好してんだ。そうっすね、ハイカラ。かわいい。短時間にものすごいことが進む。かわいい。重ね着おしゃれ。逆におしゃれっす。ハイカラだよ、ハイカラ。配色がエリアね。ゴルフっぽい。そうだね、かわいい。配色いいね。春色でおしゃれっす。まあもうスプリングっすかね。もう春っすね。やっぱもう暖くなったね、なんだかんだ。ね、合うよ、色。ミサコにオリーブオイル持っていこうや。だから、会うのも危険だかもしんないじゃん。まだわかんない。だから、あいつ。ほんと、まだわかんないよ、ミサコさん。陰性だけどね。陰性だけど。うん、そうそうそう。だから、そういった意味でも、中止にしたんだよな。中止、延期にしたんだよな。うん。死にたい季節、春だね。夏みたいだった、今日。あ、そうなんだ。今日僕ずっと寝てました。はい。春だね。モノクメンシプ何人 ?6 人です。スタジオ、何時枠9時ですね。あと30分後にもうね、でももうちょっとで着く。バンスターもうちょっと着く。うん。私もです。みんな、皆さんは無事だといいな。いや、僕らは元気ですよ。僕ら3人はピカピカピカ。ね、元気です。はい。ね、こんばんは。やっぱ花粉症だよな。モノク一番花粉症ね。やっぱね、ひどそうだ。大丈夫と、ね、なんか昨日今日とかはね。やばい。うん。花粉症、まあ俺は別に大丈夫だけど。スプリングカラー似合うね。ピカピカよかった。ね。元気で何より。はい。なんだかんだ、だから、もうちょっとで着くのかな、そのバンスタには。らしい。モノクイは。それも不安なんだけど。不安なんだけど。それっぽくないから。視界がそれっぽくない？視界がメガネかけてんのに。どういうこと？風景。練習業決めてない、まだ。風景がそれっぽくないから。そう。なんそれっぽくない風景って。今日だから俺は、ね、行ったことある。迷子。ああ、何回も行ったことあるスタジオですけど。ね。迷子。なんで、だから、まあ、こんばんは、なんかわかんない。見たことない。俺も確かに見たことがない風景なんだけど。ね。飯食ってきた。食ってねえよ。飯なんか食ってねえよ。うん、飯食ってない俺。今日のやる予定だったセットリーやるわけないじゃん。やんねえから。そこら辺はね、完全にね、アルティメットセットリーがね、あるんで、こんばんは。いつもと違う道なぞ。アルティメットセットリーが埼玉用にあるんで、また延期なんで、そこでぶちかまそうかなって思ってますけど。はい。はい、または、駐車止められて楽しみすぎます。見たことない道、楽しみ。また延期取っておかなきゃ、そうですね。はい。はい。モノって言ったら、ストーリー。モノくん運転うまいよね。モノくん運転うまいよね。まあ、僕は別に下手ではないっすよ。うん、アバロのバース。うん。あれ、こんばんは。なんか食べなくて大丈夫ですか？まあ、別に、俺も、今日ほんと何も食ってないんだけど。何も食ってないんだけど、今のところは別に。まあ、ちょっとだけお腹減ってきてるとこあるかもしれないけど、まあ、言うな。お茶目くらいだな。それ、コメント読んじゃうと、どんどんお腹空いちゃうからやめて。どんどんお腹が空いてっちゃうから、スリーピー形式のね、かまってちゃんみたい。スリーピー形式のかまってちゃんもね、お見せいたします。今日久々にこんなレア。運転で性格出るような、そうだよ。ああ、モノクはけどほんと一番ね、安全運転だね。ああ、スピード違反とかしないし。僕とかスピード違反とかね、2、3回捕まったことあるからね。まあ最近はないっすよ。うん。帰りに食べれるといいね。ドアついてる当たり前だろ。犯罪者じゃん。ドアついてないダメだよ。今日カメラ定点、あ、ちょっとね、今日はちょっと言うにもちょっと手伝ってもらうかも。たまに。モノくんと俺の弾き語りもやるかもしんない。定点でいいんだけど、できたらいいんだけどね。うまく。ちょっとわかんない。そこはまたついてから。ちょっとね、ゆうのすけもね、ちょっとね、ゆうにもちょっとね、ちょっとお手伝いをね、ちょっとね、はい。改めてちょっとね、ゆうもね、ちょっとね、今日ね、ちょっと迷惑かけました。はい。すいませんでした、本当に。すいませんでした、いや、まあ、そんな関係でもないけど、俺たち。でも一応まあ、ね、今んとこまあ、サポートですから。はい。そう。ここでってね、たくさんあるやつだ。すいませんでした、ね、夜からバンスタムカー配信レアだね。そうだよ。それはそれでね、こういったね、まあ、一応ね、はい。前向きにやっていきます。歌います。新クラス最悪だったらのこさん助けて、もうやめるしかないな、それな。うん。のこさんが助けられることはないよ。うん。もうやめるしかない。それか、ね、僕は昔から聞いてるけど、新生かまっちゃんの僕の曲を聞いて、ね、卒業式とかね、僕の新曲。そういうのを聞いて、
ね、卒業式が聞いて入学したばっかか。卒業式もう卒業しなきゃいけないの。スケートが聞いて頑張って学校行ってますって、そういったコメントよく聞くんで、僕の曲聞くのはいいんすよ。さ、卒業式聞くと救われる、まあプシコの手紙、最近だから僕の戦争とね、MV と卒業式と、あ、見れてしまう、あ、卒業式と僕のね個人 PV、 プシコの手紙、はい、 3曲出しました。あざとい曲ってなんだよ。卒業式好き、卒業式ありがとうございます、卒業式ありがとうございます。 PV はいや、それはあるんです、それはみんなもちょっとね、僕もちょっとツイッターでもね、ちょっとリプランで全部好き、なんかねちょっと見ましたけど、はい、なんか本当にね、ありがとうございます。3年だから卒業式って卒業イメージしとく、最高でした、プシコ好きすぎるんご、プシコ大好き、はい、高校生になった、中学生の時より馴染めてて嬉しいっていうこと。あー、俺と、あー、よかったな、うん、俺と馴染めてて、なんか中学生の時はなんかこの配信も馴染めなかったわ。卒業式毎日聞いてる、プシコいいね、あの3連発は最強でしたって、あー、卒業式、あー、まあまあ、あれです、違う、何が、俺とって何が、俺、クラスって、俺じゃなくて、俺とじゃなくて、クラスとってことか。学校の今日、さっき何アルティメットレーズロックノール何が聞いた、俺のこの教室じゃなくて、学校の教室が、なるほどね。てめえのことじゃねえか、それ。てめえのことだろ。よかったねって。モノおじさんはね、カイドおじさんはちょっとそう言ってくれるけど、俺は別にそんなこと言わねえぞ。おめえのことじゃねえか、それ。俺とお前の関係じゃねえのかよ。俺も、まあいいや。まあまあ、よかったね。よかったね。はい、よかったっすね。学校も馴染めて。はい、よかったね。俺の今日、まあ、残す先生、はい。私は今日、定食の面接で玉砕しました。おめでとうございます。よかったじゃないですか。まだニート続けられて。ニート続けられてよかったじゃないですか。全然親のすねかじって生きていきましょうよ。親のすねかじれるんだったら。そうそうそう。それはモノくんもね、そうでしょ。ね、うん。俺、あと言ったら俺だってそうだもん。俺だってそういうもんだもん。こんばんは。未だに実家暮らしだし。楽しそうなドライブですよ。前向き。僕は結構今テンション高いっすよ。はい。僕テンション高いっす。僕さ、なんだって、だって今日、だって結構寝た俺。結構寝たな。だって今日ライブのため、埼玉ライブのために結構寝たし、で、その後、今日も、ね、埼玉だから延期になって、その後も結構寝て、さっき起きたからさ、俺さ。だから結構なんかそろそろ、脳みそ、すっきりしてる。夕方ピアノ佐藤のこと会社の人の名字にしてる、ここの中で、ああ、なるほどね、ありがとうございます。はい。睡眠時間多いからお元気な、そうそう、いや、そのさっき起きたからね、俺、マジで。よく寝た、めっちゃよく寝た、そら元気な、ニート辛いです。ニート辛い？なんで辛いんだよ、お前。ねえ。いいじゃねえか、ニート。な、最高じゃねえか、ニート。なあ。昼寝すぎると注意が来てしちゃう。ねえ、いいな、睡眠時間欲しい。私も今起きました。彼の歌はプシコみたいに公開しない。ああ、いや、公開しないと思うよ。わかんないけど。うん、公開しないと思う。わからん。うん、わからん。おめえ、パチは、働きね。給料いくらですか？給料そんなもらってない俺ら。うん、もらってませんよ。睡眠取れてんのよき。野田さん、おはようございます。この前、温泉、おったので最強です。千秋逆転治ったから治って決まってんじゃ当たり前だろ。でも今日で治ってねえよ。いや、まあ、そうだね。今日でパー。今日でパー。今日からパー。ね、今日からパーでそうだね。今日からパー。浸水変わっちゃ仕事ねえから。今日からパー。そうだね。うん。だから今日からパーで全然いい。もう仕事、また仕事だいぶないから。だいぶないからね。戻っちゃう。まあまあ、全然いいよ。全然いいよ。全然いいっす。今日でだって いっぱい寝たもんだって。俺だからさっき起きたんだって。今日元気なんでさっき起きたんだよ。5月にまた直そう。そうっすね。はい、5月にね。いいじゃん。バイトしろよ。バイトもね、したいね、たまにね。はい。バイトもたまにね、したいっす。ね。清掃員とかやりたいよ。掃除好きだし。今日はモノくんドラムやんの。そうだね。あ、まあ、キーボードもやるけど。あと、ユーもベース持ってきて、ユーもあれ、ベースか、キーボード。うん。いきなりやられた。俺はギター、何？スタジオ？スタジオいきなりやられた。いきなりやられた。バンスターいきなりやられた。パーキングってわかる？パーキングってわかる？ちょっと一回調べます。いや、俺わかるよ。俺わかる。パーキング。でもさ、ここのスタジオってさ、けどさ、とりあえずそこで止めれるけど。止めれるんだったらそこ止めていいんじゃん。ただ、許可いる？多分いると思うよ。許可？嘘いるの？じゃあ止めてから俺聞いておくか。そうしてもらってた。うん、そう。じゃあ、一回、中に行って。うん、俺が一応撮ってるから、お名前で。着いた。今、バンスタに着きました。はい。どっか言いません。どっか行っちゃうと、ね、100、どっか言うわけねえだろ。100人、200人来ちゃうだろうが。なあ。お前、神聖かまってちゃうんだぞ。
え、何？もう止めらんないね。あ、止めらんない？そこも開いてない。開いてない。あ、開いてないか。なるほどね。お疲れ様です。到着、ナイスです。ライブ、ズラライブ、こんばんは。お仕事ですよ。え？一回降りて駐車場。いや、お茶屋ね、一個で知ってるとこあんだよ。なんか昔、そう、一人バンドスタジオ配信でよく使ったから。一人バンドスタジオ配信でよく昔使ってた場所です。うん、みんな多分ね、スタジオつけばね、あ、こっかーってなる人いる。うん。スタジオ入れば、あ、ここかーってなる人は絶対いる。一人バンドスタジオ行ってるやんって、だから。別に、だからさ、だから別に、会員だったらいいだろ。な？芝居だったらバイトね。だから、ちょっと、俺、これも、左。そういうもんだ。左利きだから。左と右たまに分かんなくなるの。分かった。で、まず左って、はい、俺、どっちかって聞かれたら、まず俺左利きだから、あ、こっちは左。だから、左。OK、了解。そう。たまに俺、本当にね、分かんなくなる。左と右、これ。車運転してる時。のこさん、テンション高いよ。左利きです。はい。のこさん、もう一分、ぐっすりガッスリ寝たら、こんばんは。はい。落ち着いて。いや、今日テンション高い。だって、まあ、もともとライブやってっからね。仕上げてきて、おなきんもさ、俺、おなきんも、ん？ 3 日間ぐらいしてる。おなきん。3日間。それはテンションってか、まあ、元気だよ。あれか。あれ？ちょっと待って。あれ違う？これ？ちょっと待って。黄色い看板。あ、ちょっと待って。ゆっくり。あ、これ、マネは。マネいくら？マネは。あ、でも、ま、マネ、事務所持ちの方がいいや。え、何？いいじゃん。ただ、1万円でもいいよ。うん、事務所持ちだし。安っ ?880 円。880円。売りも高いわよ。ああ、ね。88万円のやったね。まだまだ絞り取れるんだけどな。絞り取ってる。俺らが、回り回って俺らに来るからね。88万円。回り回って俺らに来るからな、これな。うん。最大料金880円安いな。うん。絞りよ。ああ、ごめんな。回り回って、よかったですね。楽しそう。いや、ここけど久々に来る、このバンドスタジオ。マジ久々に来るよ。確かにタックシン君、やばいやつじゃないよ。安い。いや、これマジ久々に来る。懐かしいもん、ほんと。懐かしい。みんなも多分懐かしいってなるよ。うん、みんなも懐かしいってなるよ。楽しい。ハンドルコントローラー台を取り戻すんだって何が。そう、グランツリストも。取れてよかったね。役取れてよかった。はい、今日はテンション爆発でスタジオもどうか。2時間だからね。2時間あっという間だからね。途中さ、休憩もさ、ね、30分とかおらするから、今日ビジュイ。あのさ、休憩とかもさ、俺ら30分やるんだけど15分とかやるからさ、休憩とか準備とかやれたら結構演奏時間1時間とかになっちゃうんじゃん。だからもう、バーってやろう。バーってやろう。演奏し始めたらバーってやろう。早口すぎだろって。うん。なるな、バラしてる2時間。うん。そっちですよ。楽しい。あ、そっか、楽しい。何の曲やるのかな。いや、ドナルエメやりたい。俺はドナルエメやりたいし、あとまあ、いろいろね、イカれたニートとかもやりたいし、いろいろ。準備できるよ。でも、できるに決まってんだろ、バカなの、お前。プロミュージシャンだよ。プロミュージシャン、どうなる？インバ沼じゃねえ。外映らないようにね。外は映すよ。うん。まあ、とりあえず、突金です。突金でよろしくお願いします。はい。ちょっと待って。降りるの早って何が？ちょっと待って、これで。プロとは、突金、八の字巻き楽しみ、行かれと、今日とりあえずね、アコギ結局持ってこなかった。うん、エレキとシンセサイザーね、借りました。だから俺全然もう、荷物ない。荷物ないの本当にね、本当楽しみなんで、ドア直った、うん。荷物ないの本当気楽でいい。いつも本当この100倍申請かまっちゃう、機材の荷物あるからね。俺多分今日これだけじゃない？あ、これとあとあれだ。あれだよ。あれ？いいよ、俺取った、はい、取ったじゃねえ、俺の。あ、後ろ？あれさっきのバッグ。よろしく。あ、すいません。ゆうさん。これ爆発しますよ、あんた。ちょっと気をつけます。ゆうくん、こんばんは。ちょっと待って。俺もう、大丈夫だよな。サイダー爆発フラグ。ああ、三ツ矢サイダー。うん、あ、ありがとう、はい、ちょっとサイダーと控えにサイダーを生贄にしてすまんな。よいしょっと、よいしょっと、向かいます。はい、向かいます。
改めてちょっとね、じゃあちょっとモノ君とユウ君ちょっと、あ、改めてね。あ、いいよ、ちょっと準備。もうないよ。あ、ほんと？じゃあ行こう。俺ずっと喋ってっから。あ、うん。モノ君とユウの、まあ向こうついてからでもいいけどね。うん。向こうついてからはダメか。じゃあ、歩いてる途中、まずモノ君。ああ、モノ君のこと知らない人いるから、俺のリスナー。あ、どうも、どうも、こんばんは。新手かもってちゃんの近所のフンです。どうも。よろしくお願いします。趣味は、グランツーリスモです。よろしくお願いします。ね、今日のためにグランツーリスモで車を練習したんですけどね、まさかの延期、申し訳ない。もう、埼玉でね、グランツーリスモのスキルを使って運転していく気満々だったんですけどね、今日は。モノ君の、いやーごめん、コメントちっちゃくて読めなかった。リコナー楽しかった、どうも。誰このイケメン、君しか言ってないな。ライブで使えるスキル磨いて。いやね、僕ね、こう見えてまだ外配信は慣れてません。まあ、じゃあ、もうついちゃうから、ちょっと、ゆうのすけも、じゃあちょっと、はい、改めて。はい。はい、まね、後ろちょっとドッグいるんで。はい。まあ今日ね、こういう形になって、スタジオ配信という感じになりました。まあ、埼玉のね、チケット取ってた方とかは、すいませんでした。まず。あれ、スタジオは、こっちか。髪切ってないです。あ、これね、すげえっすね、それは。ちょっとなんか外、ね、あ、かま、あ、危ない。あ、はい、はい。ちょびっと寒くない外。そうですね。なんかね、やっぱ夜はちょびっと寒いね、うん。昼とかちょっと暑いぐらいですね。エアコンつけようか迷うぐらいで。うわ、ローソン潰れとる。あ、ここローソンだったんですか。そう、ローソンあった。あ、潰れとる。外配信初めて。何回かやってる。何回かかな、なんか、のぼさんと二人やった時。まあそうだね、うん、なんかね、あの時マック行った時じゃない？そうですね、うん、マック行った時だよね、あの時ぐらいかな、ユウキやったの、うん、はい、マック、そうそうそう、マック、あれもなんかすごい懐かしいな懐かしいの、マック1年半前、うん、マックもいいね、マックもね行きたいな、なんだやっぱちょっと腹減ってきたな、マック懐かしいね、マックってけどやってないよね、もうね、やってんのかな、マックって深夜とかやってるとこあんのかな、なんかテイクアウトだけとかだった、あ、テイクアウトか、いや店の中入りたいじゃん、まあまあテイクアウトでもいいけどね、帰りどっかやろう、なんかお前らさっき忍たまラーメンとかなんか言ったけどさ、忍たまラーメンやるとかさね、マクド、うん、帰りど、いや俺はマック荒らさねえ深夜どうだろう、お腹ちょっとサムライマック食べてよ、サウマ美味しかったよ、忍たまラーメン行く、忍たまラーメン今さ、これ俺さ、普段あの一人ではさ、配信でさ行ってる時あるけどさ、男三人でさ行ってもいいの、マスクしてるから別に悪くないよね、どうなんだろうね、お店だって忍たまラーメン、忍たまラーメンはやってっかんね、忍たまラーメンは朝までやってっかんね、いいんじゃない、のこさんのマックでの定番は、マックの定番はチキチキドッグね、マックバーガー、あとはアップルパイ、あとはコーラの S、 はい、うん、全部 S。忍たま、大丈夫、あ、ほんと？ OK、OK。うん、チキチキドッグじゃなくて、なんだっけな。でも、ハンバーガー S、ハンバーガー S、コーラとかスプライトの S、ジンジャーエールの S、あとは、ポテトの S、全部 S。うん、S サイズ。まあ、あとはマックセット。チキチキドッグなんか、そんなあるわけないじゃん。チキチキドッグじゃなくて、ハッピーセットじゃんって。おめえが頭ハッピーなだけだろ。なんだハッピーセットって。です。これ分かる人はもうこれだけで分かるからね。懐かしい。静止やがず。懐かしい、ここマジ。新生かまちゃんここ使うのマジね。マジなんか、3年ぶり、4年ぶりとかじゃない？ね、これ分かる人分かるっしょ。昔ね、配信でもさ、よく使ってた。いや、これマジ懐かしいよ、ここ。うん。マジ懐かしい。ポテトは M がいい。綺麗なとこ、なんか見たことあるでしょ？そう、うん。新参だから、いや、これ本当にね、4、5年ぶりじゃない？
しご牛丼ミニです。はい、この前美佐子さん万文で使ってここ使って嘘えな何止まってんの。いや、どうしたの。え、申し込みしたのあんたでしょ。申し込みしたのあんたでしょって別にそれでも入ってもいいだろ。あ、まあまあ、自動ドアじゃねえんだから。うん、いや懐かしい本当に。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの、夜の9時から予約した大島さんです。はい、今日前金でいただいてもよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、4620円。はい、ちょっとモノ君あれちょっと待ってて、はい、俺ちょっと自分で取ろう。4620円。はい、4620円。あ、これギターとかも含めてです。はい、全部入ってます。あ、ギターとキーボード入ってます。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ 5セット、はい、20円でお願いいたします。はい、あ、あと領収書もお願いします。わかりました。はい、ちょっと領収書もちゃんといただく。領収書、パイプミュージック、丸株価とかいらないよね。多分。アテナをじゃあ。アテナなくていいですか。なくても大丈夫です。なくて大丈夫です。はい。こういうのこさん久々に見た。はい、はい。いや、久しぶりですね。全然覚えてます。あ、覚えてますね。もちろん、もちろん。え、本当ですか。うん、僕らもここ多分4、5年ぶりに来たんですけど、4年ぶり、5年ぶりみたいに。本当ですか。多分そんなでもない。その時ね、多分俺いなくて。あ、マジですか。昔、もうあそこ座って配信してる。あー、座った。そう、相変わらずやってるんですよ。相変わらずやってる。今全然、もちろんやってるんですよ。すいません。ただドラムの方も俺、こう先輩だったから。え、あ、そうなんですか。あの、バンドやってる。はいはいはい、はい、美佐子さん。はい、そうそうそう。あ、そうだったんですか。ね、自分も二小学生だったから。あ、なるほど。そうそうそう。あ、そういった感じだったんですか。僕らは新生かまっちゃんです。改めて知ってます。知ってます。知ってます。いや、俺そいつらちょっと、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あれ、あの、ほら、あれいるの。はい、あ、もういない、あの。お、びっくりした。うん、アライブの。あ、千葉銀。あ、そう、千葉銀。あ、千葉銀は辞めちゃったんですよ。あ、なるほど。カレー辞めちゃって、はい、そういう感じです。はい。サポートのベースが今。はい、サポートのベースで、はい、そういう感じです。すごい。はい。はい。はい。なんか全然。え、なんかサイとか書きますか。いや、違う違う。何。いや、まあ、今配信中だと多分あんまりないけどみたいな。ああ、なるほどなるほど。わかりました、わかりました。そういったなんか、はい、お気遣いありがとうございます。ちょっと今あの本当に6000人ぐらい見てるんで。なるほど。はい、ちょっとまあ、かまってちゃんを、はい、新生かまっちゃんをのリハを映す、リハを映すという。また使う機会あるのでその時お話しましょう。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。けどでもちょっとあと3-5分ぐらい待ってもらったんで。あ、もう全然。はい、あ、わかりました。はい、すみません、ありがとうございます。いや、ご存知だったのが本当にちょっとありがとうございます、マジで。はい、ありがとうございます。すぐ分かる。すぐ分かる。やっぱそんな感じなんだ、やっぱマジか。分かる、分かる、やっぱ分かるのか。俺全然店員さんになんか気づかれてないっていうか思ってた。でもあと覚えてくれてるのマジ嬉しい。うん、どこと、のこのコーラ持ってんのやってないが。いやいや、嬉しい嬉しい。オーラが気づいてね、嬉しいね。すぐ分かね。いや、結構だって久々だよ、久々だよ。うん、久々。ここもう 4-5 年ぶりだよ。喧嘩したところ、いや喧嘩したところ、え、喧嘩はしてないし。気遣いの人だったりすごい。店員さんずっと働いてるね。なおさん、何かに、あ、エレキ、そうだ、エレキ、エレキ6000人が、飲み物買ったってないか。だから俺酒しか持ってきてないですよ今日。ホットワインしかな。飲み物けどそこにあるんだ、そういえば。まだあんのかな、飲み物。飲み物、電子レンジじゃねえ。電子レンジじゃねえ。自販機あったよね、そこ。今、なくなっちゃったね。そこにあったんだよね、自販機が。うん。自販機昔はあったんだけどね。うん。
そうそう、電子レンジじゃない。酒だけ持ってく。いや、なんか一応、なんか今日はね、なんか一応今日ライブ見れなくなっちゃって残念だけど、配信してくれてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、そうですね、ちょっとね、今日ね、はい、我々これからね、インターネットを通してね、あのね、ぶちかましてね、やるんで、3人で9時から、あと10分後、こんばん。だからもう、ちょっと入れたら入りたいね。まだか、まだか、うん、まずちょっと、俺もギター選ばないといけない。はい、飲み物買えないのかな、飲み物下にもないのかな、まあいいや、全然大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん、自販機のとこで配信を見せ、うん、チャンピオン、何チャンピオンって、あ、こいつもチャンピオンか。ちょっと俺も靴下チャンピオン、チャンピオン最強だったんで。え、お前かぶってないよな、やめろよペアルック、気持ち悪いから。よかったよかった、いや知らん、もうお前のが先かもしれないから、かぶってなくてよかった、マジでペアルックとか気持ち悪いからな。いや、2人でキャンプ目立とうよ。いやだよ、林はペーパー子みたいな感じやな。なんでそれなんだろう。うん、そういう感じ。まあまあ、ちょっととりあえず、じゃあ、はい、皆さん、はい、一応ちょっとあの拡大レンズもちょっと探すね。あ、まあ、そういう時ちょっとまあ定点にする時はね必要かもしれないわね。ああ、譜面台もちょっと借りた方がいい。なんか中に入りそうだね。あ、いやー、びっくりですね、嬉しいですね。正直、うん、やっぱ配信はやりづらかったりするんだけど、こういう風に、ね、知ってくれてると、知ってくれてるとね、ありがたいですね。下からです。配信 OK、まあまあ、やった状態で来たんだけど、全然 OK ですよって、まあ、改めて許可はいただいたんで、まあ、やっぱり最近の方々がやっぱり、いろんなアーティストさんを相手してると思うから、やっぱりね、俺らみたいに頭おかしいのがいきなり来ても、動じないので、やっぱり、ね、特にね、そういうのも増えてるから、まあ、だいぶね、主流になってきたのはありがたいですよね。いや、ほんと初期の頃なんかもうね、パソコン持って入るだけでも俺はもう怖くて、なんで喋ってんの。そうそうそう、怖くて、うん、俺の可愛い口は見せられませんよ。この人結構何でも叩けそうだって。あー、だって分かんないけど、でも頑張ります。叩けるか分かんないけど、いや、でもなんとなくは叩けるでしょ、曲。ちょっと視聴者付き合い、そんな時もあったよ、本当に。未だになれないですけどね。さこ、早くお前が帰ってこないとドラムいないんだぞ。なんで俺がパワー言えんだ、バカ野郎。今日でめちゃめちゃ上手くなる。いやー、美佐子さんにはね、かなわないんですよ、やっぱり。あ、美佐子さんコメントくれた。それだ、これスティックだよ、お前、これ、あれだ、お前のとこにつけとくからな、1100円。1100円、お前、今度払えな、俺な。冗談だよ。美佐子さん、お大事になさってください。美佐子さん、美佐子さん来たわ。あ、来た。うん、あ、美佐子さん、あ、お前大丈夫か、美佐子てめえ、おい。みんな心配してんぞ。けど美佐子さん今どんな感じ。ちょっと待って、俺タバコ吸いたい。もう吸いたいんだよ、ね、うん、お大事に。じゃあ、僕配信。いや、今日ね、LINE 来たけど、あんまよくないみたいですね、美佐子さん。ああ、そうなんだ。うん、お大事に。美佐子さん、お大事にね。そっか、今、あんまうん、宮川君、まあね、ちょっと待って、ゆうちょっとさ、はい、まあ、ゆうちょっとお前、タバコ吸わないんで、はい、ちょっと俺、はいはい、タバコ吸ってきて、ごめんな、このタイミングで、このタイミングでごめんな。あ、では ここで吸えるっぽい。早くよくなる、あ、ここで、あ、ここですよ、どうぞ。あ、早くよくなる、美佐子さんの子、ちょっと俺、ライン、ちょっと、あれ、今配信してるからさ、見てないけど。いや、でも、まあ正直、美佐子さんまだ。だから、美佐子さんちょっとまだね、まだちょっと、侮るなかれだよ。やっぱ、本当。まあ、そこは、ごゆっくり。みんな、みんな本当ごめん。あ、大丈夫。いやいや、まあ、こういう時にね、こういうことができる俺たち、配信やっててよかったね、っていうね、感じですよ。美佐子さんもだって、こうやってコメントで、参加とか配信しなかったら多分ね、できなかったからね、そこは良かったよね。まあね、美佐子さんもだからね、まあ今はちょっとね、あの体調が優れてないけど、
またちょっとね、あ、ちょっとか、回復した時にまたね配信したらいいんじゃないですか。うん、全然全然。はい、みさこさん今ゆっくりしといてよ。全然、うん、俺らの配信見たらまた熱上がっちゃうから。確かに。うん、俺らのこれ行かなくちゃ。いや、行かなくちゃってか、熱上がっちゃう、うん、俺たちの今からの熱いライブスタジオ配信を見たら熱が上がっちゃうから。うん、だからそう、ゆっくり休んでる、うん、ゆっくり休んでてください。はい、ね、しかもこんなね、タバコもめちゃめちゃ吸いまくってるから、見たことないおかげでね。そう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 、吸い放題です。ありがとう、見たことない、うん、お前らと本当吸えないからね。みさこさんはどんな楽しみになってるんです。煙がすごい今年、ゆっくり、何今ゆっくり、うん、モフトンでヤニカス、うん、まあまあみさこさんに対するこんだけね、もう皆さんのこのコメントもね、握りしめて噛みしめてね、いや、みんなね、ファンのね、うん、方々のね、いや、僕からも本当ね、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、みさこさん自分を責めたりはしないでください、うん、うん、ちょっと今、あと5分か、まだ来る、グッズ買うぞ、ありがとう、グッズ、はい、お大事に、うん、おたび元気玉、元気玉はね、僕に送ってください、年始く元気玉っていう名前でやってるんで、物々元気が出る TV、 元気が出るってこと、俺の名刺の名前、物々元気が出る TV だよ、元気が出る TV、 元気が出る TV、 略して元気玉、違う、それは元気を、実際から元気をもらう、元気出てんのお前だけでしょ。だから俺が元気になるために、物さんが元気が出てる、そう、メンバーシップ会員6人だから、まあ、あるしね、その選ばれし6人、モノラルギャル、モノモノガールズ、モノくんのこともね、本当にね、モノくんの信者が集まってるから、まあ、それはその7人でお前含めて元気になってるのは確かに。会員なのかよ、それごめんなさい、モノシみんなから元気を、6人なの、実際言うと60ぐらいはいます、60人ぐらいはいます、60って6って言うから、60人、なるほどね、そうか60人、まあ、ちょっと増えたけど、増えたね、減った、最初100人ぐらいいたもん。みさこさんお大事にね、白熊ガールズのね、ものなの、モノくん何吸ってんの、ね、こいつタイマで、そう、あ、言っちゃダメだよ、うん、言うなよ、お前もそんな返しすんだよ、バカ。ここだけ切り取られて、本当だよ、本当だよ、俺知らんぷりすっかんね、関係ありませんって、うん、しっぽ切りするからね、トカゲの、怖いね、うん、蹴るのこと、スタジオ、ありがとうございます、ありがとうございます、サオはどれにします、あ、サオは、これ分けていいのかな、はい、大丈夫だ、じゃあちょっとね、ちょっと、いや、なんかいつもストラト使ってるんで、はい、なんかテレキャス使ってみたんです、はい、そう、テレキャス使ってみたんです、俺テレキャスなんかそんな使わないよ、テレキャス使ってみたい、あ、でもハムだからちょっと、あ、ハムばっかっす、大丈夫っす、今チューナーを、あ、チューナーやつです、テレキャスクリップでいいですか、あ、クリップで大丈夫です、ありがとうございます、はい、じゃあ、あの入って左側を押して、はい、あ、シスター、はい、テレキャス、はい、はい、テレキャス使います、テレキャスけど本当俺久々、あ、大丈夫、持てる、ごめんね、ありがとうね、テレキャス重いね、まあいいや、しそう、珍しいっしょ、ジャズマス、いや、わかんない、うん、タンバリンも借りた、タンバリン好きだ、タンバリンって俺、うん、猿のおもちゃかや、まあタンバリンちょっと、まあそういうのはちょっといいっす、まあ今先ってちょっとタバコだけです、うん、
だって今日多分もう準備でね、またね、もう準備で結構かかるから、今日ちょっとね、もうパパパパパって爪塗ってきてる。うん。準備で結構またね、ちょっとかかるからさ、2時間だよ今日。2時間塗ってあっち間におっかんね。うん。そうそうそう。目が何？目がいっちゃってる。いや、マジ元気なんだよ。マジで元気なんだよ、うん。だって今日俺ライブモードだからさ、ね、ライブ、うん。そうそう、今日はだってライブする予定だったし、ライブモードで仕上げてきてるからね。おなきんもさ、3日間ぐらいしてもおなきんだけじゃないよ。うん、だから今日はライブだから、ライブモードでもう、うん、目バキバキって、目バキバキって別にそんな目がでっけえだけだよ別に。うん、ただテンションは高い、テンション上がってる。あといっぱい寝たし、後ろの立憲バーカー使いましょうって。何が立憲バーカー、どこ、誰もしかねえだろ。いいよ、ちょっと今さら、今さらいいよ、今さらいいだよね。バキバキずっと目が開いてたる。うん、じゃあちょっとね、はい、これで、ちょっともうあたふたしてるから、今日もさ、起きてさ、起きてもうずっと配信して今に至るからさ、さっき起きてちょっと俺もなんかね、準備がね、頭の中まだバタバタしてんだよね。あ、頭の中がね、もう眠気は取れたけど、なんかバタバタしてる。何しよう何しよう何しようって何しよう何しよう何しようって、スタジオ入るよって話なんだけどまずスタジオ入ります。夏で、夏夏だって暑いもん。やっぱ暑い、こう暑い暑い、ちょっと暑い。これ多分汗、タオル持ってきて精があった、うん、タオル持ってきて精があった。結構マジでね、なんかね、多分これ歌ったらね、うん、今日叫んだりするし、うん、何9時ですって、何グッズ買う方を忘れなくって、何、あ、今からグッズ買えんだ。うん、もう聞き飽きたかも。だから卒業式がプシコアートのアートアートアート、うん、ヘビリピオキ、ヘビリキ、ヘビリピオの卒業したプシコアートな。うん、タオル、あ、ちょっと、あ、すいません、ごめんなさい。鳴らしたらバッチバッチでね、びちょびちょになるんですね。はい、よいしょっと。じゃあちょっと新生かまったちゃんかまします、こっから。いや、ここマジ久々、久々です。スタジオがちなみに、こっち、おっぽってなんだ今俺ね、ね、現状行くわ、現状行くわって思って、なんか今何あった？ポッポって聞こえてるよね。鳩時計聞こえてるな、今な。鳩時計なんかあった？よし、テレキャス。ここ。ここけど、ここもね、1回、2回使ったことある、昔。バンスター配信で。マイク借りていきます？うん。あ、マイクはけど、1本でいいんじゃん？今日。うん。多分パッと終わるから。ね、1本でいいと思うけどね。静止やがいざす。終わった？わかりました。わかりました。びっくりした。流行って思った。はい。千葉銀だった発表の時ここじゃなかった。違います。別のとこっす。うん。鳩時計やって。千葉銀だって発表した時はあれ、わらわらとかだろ。うん。わらわらとか。脱退前スタジオ。魚民。脱退前スタジオ。あ、そう。わからん。何時までするって。だから2時間だって。11時でしょ。11時でもうずらかんなきゃいけないから、もうあっちまでよ。だからこんな手当てや準備してると、これで20分とかかかるからよ。うん、もうパッパパッパと、俺もちょっと配信こうやって持ってってさ、準備しろよって話になってくんだよ。準備させろよ。なんだこれ、これタイマーか、だ、大丈夫かこれ。なんだこれ、これ何、タマ、あ、タマだから大丈夫か。びっくりした。前のスタジオのやつがなんかドラッグを言ってたのかと思った。スティックの。スティックの何？スティックのあのパッケージです。誰の？あの、さっきモノさんが、ああ、お前のか、お前のか、お前やべえやつだな、やっぱ。ああって、ちょっと俺もちょ、あれは、あ、譜面台はあるかな、なんか置くような。あ、ちょっとそれ、お、あ、譜面台、椅子はちょっと低いよ、それちょっと低いな。定点モノ君 やばいあいつ、こいつな、もう今日であれだめだめ、違う、そんなことないから。何言ってんだよ、クリーンバンドで、めちゃめちゃクリーンバンドで新生かまっち、やめろやめろうちのメンバーマジで一人も誰一人ないからなずっとそれだけはちゃんと言っとかないと、うん、スマホ置いて準備させてくれ、てか目回る、そう、触覚失ったアリみたいになってっから俺今、触覚失ったアリみたいになってちょっと待って、あ、一回ちょっとこれコント名すごいそわそわだから、ちょっと俺もなんかパニック、あとはパニックってんだよ、ちょっとなんかいろいろ、ちょっとこれ、おいしょ、これちょっと、はい、スピードを歌わなきゃ、そのスピードで、あ、スピードもけどできない、高さ上げるわ、
あ、それちょっと、ももくんちょっと、これ、見ます。あ、なるほどね。経験ね。はい、もうちょっと練習します。練習だね。練習だね。あれ。セッティングさせて。セッティングさせてくれ。注文完了。あ、グッズ受付開始したんですね。それはそれは。皆さん、お願いします。よいしょ。ちょっとこれ、歪んでますね、これ。斜めってるんですけど。何が？ああ、その、あれ、年代が？うん。まあまあまあ、ちょっとぐらいでしょ。それか、あとは、あっちも使えたな。あのな、ローランドのさ、あの、あれあれ、ローランドのあの、あれ、あれ、これ、これ。あの、ローランドのさ、あのジャズコアンプも使えたかもね。そっから鳴らそうかなと思ったんだけど、どうぞストーブ。あ、お前が鍵盤の音ね。あ、鍵盤の音じゃなくそっか、鍵盤の音。なんで、マジで。まあじゃあ、いや、これ使う。まあまあ、こっちでもいいよ。いやいや、これ使う。いや、鍵盤 LINE でもいいよ。いや、でもまあいいよ。うん。大丈夫。うん。まあ、まあまあ、確かになんか、まあ、一回こっちでやってみよう。あ、OK。うん、LINE でも確かにね、流せっかね、LINE でも、うん、ちょっと待って、もっといい方があるんじゃないの、なんかね、ちょっとアングルだけちょっと、あったよ、大島、もっといい方法。え、うん、マイクに差し込んで、え、差し込めんの、差し込めたよ、ほら、あ、すげえ、すごいじゃん、やればできるでしょ、クール、俺クール、すごいね、ねえ、譜面台いらなかったよ、頭回ってんね、今日、モノ君頭よくね、IQ 高くなってんね。ねえ。すげえな。それ今まで考えたことなかった。ねえ。うん。覚醒してんな、お前。IQ が。まあ、いいっすね。確かにそれに。ねえ、これ、高さもめっちゃ高くいいよ。ねえ。あ、いいっすね。さすが。さすが。いやいや、ちょっと待ってね。よいしょ。これで。ただね、これ3人映るってなると。まあまあ、ちょっとね。だから3人映ってなったらまたちょっとあれあるかもしれないんで、そうなんだよね、そう、いろいろある、ちょっと待ってくださいね、おー、びっくりした、すいません、おい、びっくりした、めちゃくちゃびっくりした、ナチュラったらどうすんだお前心臓麻痺とかで死んだらどうすん、自分の声で死んでるでしょ多分、もう、え、僕が、うん、でかすぎるよ君の声、お前に言われたくねえ、いやいや俺でかくないよ全然でかくないよ俺、あ、そうか、今日ボーカルエフェクターもねえのか、あ、そうだね、ボーカルエフェクター忘れたね、そう、ボーカルエフェクター忘れた、まあいいや、え、忘れたってあんの、いや、あんのってね、だから家に、あ、家にね、そうだからボーカルエフェクターね、そうそれ忘れちゃった、まあいいや、なくてもいいや、レアなんで、それはそれでレアなんで、23歳の夏休みとかやったら本当にね、ひどいよ。まあ、ひどいかどうかは、腕次第。いや、ボーカルやったらないと相当変わるからね。うん。どうしようかな。これで。一応マイクも一本準備だけしときますか。あ、はいよ。あれ、結局広角ってあった？広角レンズ。あるある。それって借りてもいい？え？広角レンズ借りてもいい？うん、うん、広角レンズ、ちょっと待って、はい、広角レンズが、これです、ちなみにもうちょっと待ってね、画角を今決めてるから、ありがとうね、はい、よし、ちょっと昔ここでもタバコ吸えたもんな、そう、あの、さすがに禁煙だと、あ、そうそう、ね、禁煙になっちゃったけど、いやもうスタジオの中でね、昔はね、まあそのね、昔の配信を覚えてる人はね、昔ここでも吸えたじゃん、ね、吸えたスタジオの中でもさ、さすが広角ですねこれ、これで、え、これでもう、何、俺バッチリですよね、俺1位のはず、うん、1のはずで、2にこっちのマイクは、あ、いいや、あ、すいません。
イェイ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 トゥ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 イェイ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 なあ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 ああああイェイ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 なあ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 優しい歌が好きでああああなたにも届けたい人は誰でもなあ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 気が狂いそうな時があるああ、あなたにも届けたい人に優しくなれたらいいんだね頑張れって言ってやるあなたのもとへ頑張れって叫ぶんだあなたにも頑張れなんかよたまにやるよね、マジでやるやるこの曲、やっぱ好きだからさわー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 やっしまったなにお前、ドラム叩けんのいいよいや、無理ですあ、叩けんの叩けんのちょっとギターの音出すねちょっとギターの音、ちょっと自分の準備を全然してな、俺これもうセッティングができたんでねこれやばくないサンボマスターサンボマスターじゃんこれいや普通にさタオル世界に愛を叫んで叫んでな叫んでよろしいでしょうかうわーいこの世界に乱れられ案外ねもうちょっと大島欲しかったらそういう曲作ったりしてねチェスイブなんかわかんないそういうのあまあそういう感じのあるじゃんきっとなそのすごいじゃん、ね、遊ばない印象変わるねまあギターとねいやそれは印象変わる二人見えだろこんなん違うこれ俺刺さり一回これでやってみようかなうんそれやってみていいよ A いや音の違いもあるありますよ音違いかなりあるよいやめちゃめちゃ違うでしょてか俺オーバードライブも借りてないんだよなオーバードライブ借りオーバードライブ借りないとな借りてくるわそうオーバードライブ借りてくるわ今日ちょっと数ならありますけどいやオーバードライブ借り大丈夫大丈夫大丈夫オーバードライブとシールド1本、はい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 、ちょっと今日もうほんとあたふたしてや昨日誰が配信を配信をあ配信をはいえうん相手してあげる相手してあげてじゃあコメント拾おういやまあコメントまあまあごめんねまあ別にこれでもできるそうちょっと今日あたふたしてそうオーバードライブないかなそういう時もあるよねオーバードライブ相手してあげてオーバードライブって何なんか音オーバードライブってあれギャイーンってなるやつね音をかっこよくするやつです音がギャイーンって踏めばギャイーンってなるやつうんギャインってなんなかったら ずっとねカラッカラなまんまやるはめになるからねアルティメットレーサーとかでもマーシャルだったらまあ曲でもマーシャルだったらフットスイッチあればできないよね、うん、確かにフットスイッチでもよかったなまあいいやギャインってさせなきゃねギャインってさせないとちょっとこれ揺れると動いちゃうのこれでいや俺テレキャスマジさやっぱテレキャスといえばやっぱ向井さんナンバーガールなんかやりますナンバーガールえナンバーガールいやナンバーガールだから俺さ昔コピパやったけど今もう忘れちゃったよ昔俺透明少女とかさいろいろあったからねでもなんかこんな感じだよね音ほんとナンバーガールこういうツンザク感じ繰り返される商業無常折り返される天然無常天然記念物がどっかになってくるぜって向井さんの声まで完全にそれはもう完全にのこさんの曲ですね今の歌だねやっぱりでも結構向井さんけどまあテレキャスのこの音だけどそうでしょよかったなと思って言われるああああ
まあ、そうなん、そうなん、じゃあちょっとオーバーブライブなんだけど、なんかお店的にはこれを使ってほしいみたいお店的に、まあいや、まあとりあえずよかったらどうですか。あ、分かった分かった、あ、それいくらした。あ、何も言ってない、何も聞いてないで。あ、ちょっと後払い、分かったよ、まあいいや、まあ、まあいいや、まあいいや、まあいいや。お店的に、そうそう、お店的にらしい。このスタジオが作ったのかな。もしかしたらそうかもね。普通に JHS じゃない。え？な、JHS って。ちょっと待って。お店おすすめ。そう、使ってみてって言われた、そう。なんかセッティングしといたりしますか。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫、プロミューシャーだぞお前。舐めてんのか俺のこと。何年ギターってと思ってんの。なんか手伝い大丈夫大丈夫お前オーバードライブ接続からできるわ一人でいやーでもこのスタジオもね、新生かまってちゃんメジャーデビュー前から使ってるよね。そうだね、ここもね、ここもメジャーデビュー前から本当に何年、なんか2000何年からあるか忘れたけど、2000本当に5年とか6年とかあるんじゃないかな。でもそんぐらいから俺ら使ってる。2006年とかね、キャリアスコアのくらいから使ってる。2006年、2007年、もう20年前かって言ったから。結構ここもな、ここのスタジオも長い。これで。おいおいおい、こんなことあるかよね、ゆうさんすいませんね、あなたの言う通りです、じゃあもうさ、じゃあてんやわやしてんだよね、エフェクターからエフェクターにシードル刺すバカいるかよ。あ、なるほどね。あ、それはそれでね、やっぱ新しい、新しいって 音だからやっぱり。ちょっと待って、エフェクターからエフェクターに、ちょっと待って、はい、はい、もういい、十分十分、はい、十分、もう慣ればいいから。いや、なんかやっぱナンバーガールやりたくなんだよな。ちょっと昔やったからさ、思い出せねえんだよな。ドラム叩けないぞ。え、いや叩けないの。いや、なんだっけな。いや、俺なんか昔、だからコピパやってたから、そう一生瓶三本とかさ、あれなんだよ、アブストロークレーンですよ、アブストロー、そうあ、透明少女は、あ、6カバだっけ。はい、あ、やめよう、はい、新生ガムちゃんあるぜ、俺ら新生ガムちゃんだから。はい、せやおい、ナンバーガールなってお前ナンバーガールになって、お前行くな、お前新生カバチョが最強なんだよお前。もうナンバーガールよりもね、新生カバチョ今最強のバンドがいますから、ちょっとそれをこれちょっといい感じで映ってるのかな、ちょっと確認してもいいよ、確認しようか、ちょ、マジすごい、てんやわやしなさい。でも一回準備は一応できて、あ、ね、
は強盗殺人をしてしまった。策をされた夜、7歳の公園で残骸と不安定を背に神経症を治せるんだ。この夕暮れ僕は割れた画面で自撮りするよ。この場面の笑み、卒業式の夜、7歳の公園の中、出られて撫でられる真剣勝負を眺めるんだ。この夜で撫でな撫でな撫でな遠慮しちゃうからね。両手を空に僕が伸ばしちゃうと、その分誰か遠慮しちゃうからね。両手を空に、両手ですね。あの今ね、即興でやりましたけど、こんなことで評価しないでください。いや今のはね、本当に全然、今のはちょっとね、何にもだからね、メンバーにもお前らと同時期に音源渡したばっかだし、全然俺も全然弾けてなかったし、これからもっと固まっていくんで、これからね、これからちょっとで、これからを頑張っていきます。全然だろ今の。もっとよく、もっともうこの1000倍1万倍良くなるから。え、はい、ありがとうございます、楽しみ。はい、逆に貴重。いやいや、でもまあ今のは今のね、まあまあ確かにね、雰囲気ね悪くはなかったね。どなり目はまあよし、次、まあとりあえず次行こう、次行こう、次行こう、確かに。あ、次行こう。いや、よか、雰囲気は確かになんかガレージバンドっぽい感じのガレージバンドっぽい感じの感じはなんかまた悪くはなかった。違うドラムを叩いちゃったけど、ギターですの。よっしゃ、ちょっとあれ、じゃあ一回セッションするか。はい、あのセッションして音ちょっと確認しよう。ああ、こいつのドラムでけえから、もうちょっと、もうちょっと上げときたい声は。下げ目にしてもらってもなるべく。下げ目じゃなくていいよ。あああああ、はい、
いや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 、じゃあちょっと、じゃあ行きます。じゃあ即興で、はい、どうすかい、キーンだよね、ハウルね。ハウルのは仕方ない。仕方ないね。いいよって。まあよかった、全然よかったよかったよ、もうスリー。うん。音量いいよって。うん。じゃあちょっと酒持ってきたんで乾杯だけさせてください。お前、はい、お前一人な。俺一人な。え？あ、俺一人で。あ、いや、うん、いやだけど。じゃあちょっと皆さん、ちょ今日ホットワイン持ってきたんで、ちょっとコメントがちょっと今こんな感じなんで、ちょ見えないけど。ねえ、ちょっとね、皆さん、あの KP 乾杯、皆さん乾杯。はい、今日という日にまたね、これも思い出になるさ。はい、皆さん乾杯。はいはい、あおちょばくありがとうございます。おちょばくありがとうございます。はい、セルシアくありがとうございます。あ、マイスでありがとうございます。あ、花ちゃんもありがとうございます。花ちゃんも後で。はい、よく見えるね。え、よく見えるね。うん、うん、うん、だって来てるでしょ。うん、KP、アウトだ。うん、ちょっと飲まして。でも久々に酒飲んで俺歌うよ。うん、バンドスタジオでいつもちょっと僕、運転だからさ。そう、バンスタージにするとき。何じゃあ誰かコメント読めよ。はい、あ、すいませんはい、いや、全然ちょっとそれ、早朝だとまたコメント読む人がちょっとなかなかね、言いづらいのがね。持ってこないから運転しなくていいからか。はい、応援してます、ありがとうございます。お茶バクありがとうございます。近飲み、久々に見る。あ、ちょっと言うごめんな。はい、はい、まあ、とりあえずじゃあ、はい、これ動かさないでしょ。動かして、動かして。いや、動かしたら、あれじゃない。あ、そうか、あ、これは頭いいね、モノカバ、おちょぱカート。頭いいね、お前、このシステム。このシステム、頭いいね。セシアカート。はい、演奏しましょう。一応11位前なんで、おちょぱカートさん、あと1時間半あります。片付けの時間含めたら、まあ、片付けなんて多分10分くらいできるでしょ。おちょぱカートさん、途中休憩も20分くらいすると思うんで、ね、すぎだよ。まあ、タバコ休憩もしたいと思うんで。まあ、ちょっと、急ぎましょう。いや、急ぎましょうって言っても別に、そんななんかやる曲もね、そんなどうなんだろうね。まあ、とりあえず、ドナルユメ、まずやりたいだけ。
あ、トレキャス新鮮だ。はい、片付け、じゃあ、ね、はい、じゃあやります、はい。じゃあちょっと、怒鳴る夢か、ちょっとね、やりましょう。はい、怒鳴る夢。はい、これで、あ、いいんだよね、これで。大丈夫。あ、これでアングル大丈夫。あ、大丈夫、はい。大丈夫いいね。歪みかけてないのに、もう歪み、もうどうでもいいや。忘れ方を知らなくても僕は行くのだ。僕を笑わせんなと壮大な冒険だなんて一言言えればな。僕は行くのだ。僕を笑わせんなと怒らぬ夢はどこまでもあの海を越えてから。でかい鳥を湧き出て笑えるように歌ってやるのだ。ルルルルララ。さあさあ何目にあっても忘れ方を知らなくても僕は行くのだ。僕を笑わせんなと壮大な冒険だなんて一言言えればな。僕は叫ぶよ。僕を笑わせんなと隣ではどこまでもあの海を越えてから。そういつの日かすれ違う世界クジラ前にして舐められないより歌ってやるのだ。これマイクがくせえってマイクは超なんか苦いマイクは苦い。
怒鳴る夢って曲やりました。次はまあそのまま思ったまんまでいきます。ロックンローラー悩まないやっぱな、ロックンローラー悩まないやっぱなんかイントロだけあった方がいいよ。最高だ。あね、ユウもね、そうピアノ合間すごいね。あせ、はい、かっこよかった。ユウ、ちょっとマイクがさ逃げんだよ。別のやつなんかたくあんだ。これ消毒液かなんかの消毒液あな。あユウもそう苦いよね、めっちゃ逃げんだよ。
めっちゃ逃げ、こんばんは。アルコールがかな、すっげー逃げんだよ。ああ、いや、ベロが、いや、ベロが長い。なんか携帯かなんかから拾ってる感じの音してますね。ああ、全然こんなどうでもいい、いいよ。チョコ塗って、そうだね、チョコ塗ればですかね、チョコ塗れば。いや、もう暑くてやっぱ着替え持ってきてよかった俺。着替え持ってきたから。うん、これ暖房ついてないよね、大丈夫だよね。お茶爆発です。はい、アルコール摂取、いや、うん、オリーブ摂取も大丈夫です。はい、チコンポンも行きましょう。9時半、やっぱ次は汗飛ばしていきますよ、やっぱこの3人編成。はい、飛ばしていきます。はい、いいね、いいね、やっぱレアですからね、これ。うん、あっという間。あ、シャワールームだからわけね、味わって。はい、ちょっとじゃあ行きます。はいはい、飛ばしていく。思い立ったがままにちょっとやるんで、あのちょっとなんかあれってのがあれば、俺はちょっとまだ次あるんだけどね、なんか考えて、なんかこれいいんじゃないですかって。なんかじゃあアルティメットレーザーやろうか。アルティメットレーザーけど、モノ君はね、全身バンドで叩けたから、うん、いけるっしょ。マイクの角度でなんかハウリング抑えられたりしないですかね。え、マイクの角度、いいよ、ハウって、はい、ハウってもかっこいいよ。でもハウリングも俺はなんか味になってると思うけどね、俺はね。味になってない、これはこれで。あの、ここで聞いてると結構きついまあファズだと思って。じゃあ、
アルティメットレーサー。うわ、綺麗。じゃあ、夏だね。夏、夏曲やろう。うん。立憲バンカーやろ。バンカーあった。立憲バンカー。ちょっと、爽やかな感じで。お願いします。そしてちょっと洗い出す駆け抜ける街を行く手束箱から取り出した君のノートのアイディアその曲をぶら下げていくよ君が鮮やかにリケバカ大音量で鳴らす君の声汗をかいた姿が夏が爽やかに飛び曲がる浮かす帰りが君の隣夏が流れてゆくちょびっとそうちょびっとあげてよこの運動テンポも駆け抜けて行こうぜ授業中に予習した言葉お菓子に組み込むみんなびっくりするから行くぜ絵に毛鮮やかにリケバカ再生数も伸びない君の声たどらくるような歌声が できるような性格じゃないし周りを巻き込むような人にもなれないよそんな悩みを食いちぎって食いしばるほら開いて歌い始めだけさ勇気を出して君と鮮やかに立憲バカ大音量で鳴らす君の声汗をかいた姿が夏が爽やかに風流れ浮かす帰りは君の隣へ夏が流れてゆく夏が流れてゆく夏が流れてゆく君の君の隣で眺めてけ あーと一見バンカーって気がしたあー疲れたやばいねやばいさサウナマジサウナマジサウナちょっとああちょっと休もうああマジサウナああは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 あクーラーはつけないよ風邪ひいちゃう汗だく俺やばいよいやマジやばい俺すごいっしょ俺実はハンマーしてるねハンマーフォンサーキュレーター。あ、サーキュレーター。扇風機。俺も、ま、サウナ。やばい。いや、ちょっと、皆さん。マスク、ええマスク、あ、汗すごい。スマホもちょっと熱くなってんな。お茶ばっかりやぞ。
スマホもちょっとね、配信止まったら熱暴走だと思って、スマホちょびっと熱くなってる。なんかしんねえけど。着替え持ってきてよかった。滝のような汗。はい。やばいやばい、冷やしてって冷やすもんがないんだもん。冷やすのがないから仕方ない。熱暴走、まあしょうがない、その時は。お酒がちょっとポカリない。精神薬があります。じゃあちょっとタバコ吸うか。あ、そうする？外の空気吸う。どっちもいいよ、お疲れ様です。じゃあ外の空気吸おうか。ああちょっと換気しよう、換気しよう。代謝いいってか、やばい、サウナですよこれは。あくか。ああ、おかえ。水分取りましょう。ペンテル聞きたいな。モノくんバテてない。ああモノくんバテてるね。ユウト人気なの。さあだってドラム久々なのこいつ。ドラム久々だから、そりゃそうだっしょ。ああ、そんな汗かくよ。ああ。お疲れ様です、スビアさん。おつまのくんね。みんなおつまのね、かっこいい。ああ、お疲れ様です。もうなんかマスクもびしょびしょだよ。まぁ、あ、ちょっと何聞きたい、あれ聞きたいっていろいろありますけど。ちょっとまぁこっちで多分選んでいくわ。ハイザラかな。あ、ハイザラ借ります。はーい。あ、ここでいい。よいしょ。超腹入る。いや、結構きついよ。やばい。あ、ビール飲むのお前。え？あ、これあるのか。マッチ。いや、これ運転なんで。マッチある。あ、だからあんじゃん。俺も飲むかな。あんじゃん。飲むもあんじゃん。お疲れさん、飲むもあんじゃん。俺はやっぱり動かして。あ、すいません、これ先ほどの、エフェクター借りたんですけど、それもお金はかかる。あ、かかんないですか。はい、あ、わかりました。あ、わかりました。これかかんない。はい、俺のも買ってくれるこれ。後で出すから。俺だったか、これ買いたい。じゃあ、三食の量で言うと、ちょっと、700円。はい、領収書だし。そこは健康なんですよ。領収書、まず、領収書買ってます。はい、あ、大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。よし。領収書を出しても当たり前だろ。領収書も出してもらう。ちょっと取らない。そう、なんかちょっと取らない。700円。そう。経費、いや、ここはやっぱね、あれ、ユーモア、大丈夫。あ、僕、大丈夫。あ、買ってあるんで。あ、買ったら大丈夫。経費、今日はもう出してくれるって言ったもんな。あ、そうね。体重落ちなくなっちゃった。いや。ちょっと待って、これ。いやー、お疲れさです。お疲れさです。汗拭かないの。汗拭きたいね。あーやば。なんかもうすげえ結構なんか、なんだろう。お疲れ、わちゃ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 になって。事故終わってやっと帰ってこれました。お疲れさです。立憲ばかりです。お疲れさ、なんかちょっと、ちょっとやっぱ男3人バンドスタジオ配信ってなってなんかいつもこんな感じになるよね。なんか暑苦しい感じになる。ロックンロールバンドになる。ロックンロール。ロケンローバンドになる。いや、エアコンはあえていただかないんだよ、俺。骨太サウンド。朝入れちゃったんですよ、止めて。丸の量だと。歌ってる最中だけでいい。歌ってる最中だけでいい。風邪ひちゃう。半分いらない。あ、俺汗。ご飯、ラーメンとおにぎり2個ぐらいでいい。ちょっとデザート。ロケンロールバンドになる。そうそうそう。やっぱり見たことってこう言ってんだね。そうですよ。ゆうのすけがお母さんみたいってこと。それがもう定番だった。みんな汗かかないからね。やる気ないから。力ね、力加減、いい感じで、いい感じで、力加減、いい感じで抜いてるから、こいつら。本気なの。抜きどころってのはやっぱ大事ですよ。だからそうでしょ。抜きまくりですよ。初見なり、こんばんは。
なんなら運転が一番頑張ってる。まあ、ユウは涼しげっていうか、汗かきじゃないでしょ。そうっす。あの、カルビーベイ。全然汗かき。だから髪の毛俺みたいに、俺バッグね、かぶんなくてよかったわ。これで600円。お前もね、ライブ中ね、汗かきだったら、俺みたいな。一緒になる。ちょっと汗はかいてます。一緒になっちゃうわね。精神薬やぞ。汗かかなそうね。ほんと買わないわ、絶対。うん。クールダーティー。クールボーイ。緊張すると手汗とかはひどい。え？緊張すると手汗とかはひどい。緊張すると手汗がひどい。さあ俺たちだってそうだよ。みんなそうだよ。緊張するとね、俺らリスナーもさ、緊張すると手汗出るよね。俺だって。あ、でも、あ、手しか出ないんだ。いや、そうですね。器の上がり方。やばいよね。やばいよ。熱くな、めちゃめちゃ熱くなると、さすがに汗はかきました。うん。気汗も。モノくんのドラム、まあまあこれほんとレアだからね、3人のバンズと配信なんて。ね。うん、5年に1回あるかないからから。うん。あと今日も俺ボーカルエフターないからさ、ちょっとなかなかいろいろ新鮮で。うん。なんかなぁ。行かれたにって、俺、行かれたにってやりたいのと、あと、僕ブレでやりたいな。僕ブレでお前も叩けんじゃん。なんだお前その顔。もともとだってモノくん、だからビバルゲバルの時に叩いたから、お前は別に多分叩けると思う、僕ぐらい。大丈夫かって知らんやん。お前、36歳だろ。お前が、いや大丈夫だと思う。ちょ、覚え、僕ぐらいは多分モノくん昔だからね。そうそう、ヘニャブレード実装。俺は僕ぐらい、イカレタリーと。ウォータールー戦記は俺がちょっと弾けないやん。ウォータールー戦記。オータール戦記モノ君昔弾けたけどね、叩けたけどね。そうか。まあ、とりあえず、そうだね。ビバゲバ時代より、まあ、ユーも知ってるやつがいる。ユーノスケはドラム見てみたいよね。いや、叩けないよって。全くダメ。できるくらいです。なんかロケンローな曲、なんか、なんかないかな。あと他、うん、やっぱ小麦が上がって、まあ別にロケンローな曲だけじゃなくていいんだけど、なんか多分もう熱苦しい、熱苦しい、そうそうそう、やっぱ女、いや、なんか肉魔法とか、肉魔法、雲が流れる、ペンテル、肉魔法、スピード、ロケンロー、まあスピードとか肉魔法、肉魔法、あ、きっとよくなるさ、いいね、きっとよくなるさ、いいね、犯罪、うん、光の言葉とか、そういうのは多分ね、全然ね、あの、うん、親父臭さが今日はね、醸し出してるんで、今日は神聖な感じじゃないんで、武田君、ずっともう、きっとよくなさ、匿名希望君、でもきっとよくなさ、そういう感じ、まあ、きっとよくなさ、レッツゴー武道館、レッツゴー、神聖、まあまあ、いろいろ楽器もあるけど、肉魔法頼む。肉魔法？あ、まあ肉魔法もいいけど、うん、肉魔法この前やったじゃん。そう、まあ分かった。カスドーム、あ、カスドームいいね。全世界のカスドームに乾杯。あれいいっすね。それもいいね。ちょっとちゃんと覚えといて。はい、俺もうちょっとなんか何曲忘れたから。イカに肉魔法、カスドーム、僕ブレード、僕ブレ。多分600円ぐらい行くもん。あ、そう、うん、あ、まあ、いいや、まあ、そう、うん、僕、まあ、もういいっす、もういいっす、もういいっす、新都心駅、そんなできないんじゃないか、新都心駅なんて曲ねえや、新都心駅、あ、新都心駅じゃん、僕の戦争終わったのかな、聞いたい、僕の戦争200時代とかなくない、つまみで、やだよ、いや、そういうね、そういうね、なんかやっぱちゃんと打ち込み使ってやる曲さ、僕の戦争とか3人でやるのそれは新しいの分かるんだけどよ、やっぱキャスの声でね、えキャスの声でね、まあけど俺も弾き語りやったことあるから全然ね、そうそう、あこぎ家でさ、様になったんじゃないか、意外と、いや弾き語りでやったらまだ様になるけどさ、お前らとやったらさマイナスマイナスになりそうよ、なんでよって、ドラムってじゃあ弾き語りだからまたいいとこがあったんだと思う、哀愁、哀愁、いや哀愁ってかなんかギター一本って、あ、なるほどね、ドラムいてベースいてそれでね、お前らとやってなんか
あの時より良くなるとは思えないけどな、俺な。海外はチップがあるから。僕のセンス。口ずさんね、まあちょっとありがとうございます。まあちょっと、ね、まあちょっと時間がまたね、今言ったように。シウムの進撃のオープニングよろしく。なんだっけ？ランブリン。ランブリン。ランブリン。でいいやん。ちょっとでいいやん。シムさんのことをちょっと。猫ラジね、バカにしたような感じになっちゃうかもしれないから、ちょっと。いろんな意味でできない。あ、33歳夏休み、いや、23歳夏休みをするのはね、ちょっと面白い、ね。あれ、昔からね、お年で。22歳夏休み、33歳。夏休み系もなんかやりたいな。いね、今ちょっとこれ、何時だ、ちょっと、今何時、10時。いや、10時か。片付け含めた、ちょっともう、そうだね、もうこんぐらいだね。幻大好きとは聞きたい。幻、お前一人で歌ってろ。で、無理だって。もう、お前が幻だよ。そんなことには別に。おにぎりの具については何はね、何が何がっていうこと、あ、コメント読ませてな、バカ。ふざけんな。俺たちの後ろの人の話、お前コメントしたの、今。聞こえて、今絶対聞こえたもんね。やめろ。やめろ。本当にやめろ。やめろ。スーパーで野菜関係流れ派、被告人分かって、ゲームうるせえ。お前で歌ってろ、もうお前で歌ってろ、うるせえ。ちょっともう時間ないからね。ああ、やっぱちゃんと鳩時計がありましたね。俺の幻聴じゃなくてよかった。いいね、ポッポ鳩時計かわいいね。何や、いやもう大体あらかじめすべからく決まってきたんで、うん。いや、久々にドラム叩いて、血がうずいてんじゃないですか。いやもう、ね、戦士の血が。ヘトヘトですよ。いやいや、こんなヘトヘトになったの、5年ぶりとかじゃない？多分、今までこんなライブでヘトヘトになったことないもん。あれ、もう疲れてる。ほんといつもそんな感じだもんな。うん、こいつマジやる気ないからね、ライブ。お前も今日頑張ったね。頑張って。いや、書いてるね。そう。いやいやいや、でもけど本当に久々でね、やっぱちょっとやっぱ体を動かす、体といいですね、かなりやっぱそこは違うでしょ。モノ君ドラムも新鮮。いやでもモノ君はモノ君で、俺いつも言うけどドラムこいつすごいんだよ。モノ君はパワードラム、パワードラムですごいんだよ。モノ君のドラムもね、こいつはこいつでね。美佐子さんはもうどっちかというとテクニカル系みたいな、こいつはもう完全パワードラムだもんね。だからさ、こいつの練習スタジオとかさ、ライブするとさ、もうドラムの音がでかすぎて、ボーカルの音が埋もれちゃうから、俺の声でっけえのに。それでも埋もれちゃうぐらいあったんだよ、昔。こいつがドラム時代。だから、ライブハウスでもたまにあったもんね、ハウリング。PA さん困ったもん、ライブハウスの PA さん。でもそんぐらいマジでね、ま、これマジ。うん。ほんと。うん。ドラムを殴ってたのか。あれで、モノクあれ、当時、あれ、ニルバーナ、あ、いや、フーファイターズのデイブグロールに憧れてたんだよね。ハットだからこんなの、はやっと。あ、デイブグロールもそうなんだ、フーファイターズ。そう、それに憧れて。そう。まあ、いたらニルバーナとかさ、フーファイターズもさ、パワードラムじゃん。だから、それに憧れたから、モノク。うん。バンドの音を吹いてる。そう、フーファイターズ、ニルバーナ。影響を受けた人はその、今ドラマーとしては確かそんなんで言ったような。二人でホワイトストライプスやった。デイブ、そうそう、デイブグロール。うん。ああ、ニルバーナ。なるほど。ニルバーナとか、そう、デイブグロール。モノ君結構する。ドラムの人、フーファイターズとドラムは違うよ。え？デイブじゃないでしょ。デイブグロール、なくなった。なくなった。なくなったでしょ。フーファイターズのドラムの人でしょ。え？フーファイターズのドラムの人って、あ、デイブグロールギターかあいつ。そう、フーファイターズはボーカルギターだから。フーファイターズなんか俺興味ないかんな。うん。10代の頃めっちゃディスったもんな、俺な。お前だからさ、モノ君がフーファイターズ大好きだからさ、あの、バンスター終わった後にさ、帰りの車でフーファイターズさ、新譜こいつ買ってさ、流した時、俺めっちゃボロクソディスったもんな。ね、ニルバーナの残骸がよって。ね、彼もやっぱ俺、どっちかって言うとやっぱカートコバーンとかニルバーナ派だからさ、そう、フーファイターズやっぱ明るいじゃん。明るすぎるからさ。俺も気持ちが明るかったから。え？俺も気持ちが明るかった。気持ちがその時。ベストフレンド。いや、いや、俺初めて言われたんだけど。何こいつ。初めて言われたんだけど。そんな曲あんだ。あるある。あ、ベスト。ベスト、アイワードベストフレンドみたいな曲あるよね。フーファイターズ俺最初のアルバム好きだよ。
一人で全部やったんでしょ。そうそうそう、あれは好き、あれは好き、うん、あれ一枚ぐらいかな、うん、Rape me best friend、 いやちょっとそろそろ行きますか、はい、いやちょっと寒くなってきた、やっぱ汗が乾いてきて、ベストオブユーだよ、間違えた、ベストオブユーっていう、ベストフレンド、エヴァーロングもいいなね、エヴァーロングも、そうエヴァーロングも好きで好き、あ最初のアルバムのね、エヴァーロングもいいね、エヴァーロング最初のアルバムだよね、まあいいや、一応マイク羽織らない程度に下げましたすごい、いやーすごい、もう静止やからざす、ゆうのすけね、ゆうのすけもうね、あのね、あの少年ギリギリを攻めて、うん、少年あの少年博士だから、少年あの少年、そうそうそう、よく言おうたじゃんみたいな。ゆうのすけやっぱり、そうそうそう、機材とかもね、好きですから、やっぱ、ハウ、あと。たぶん、角度とかによっては、ハウっちゃうかもしれないです。まあまあ。何ですかよ。ひょっこりひょったん島みたいな。ひょっこりひょったん島。そんなんいたっけ？これでいいや。これでいい？メカボーイ。これでいい？はい。あれ、今、ちょ、お前らじゃない。リスナーさん。なんかちょっと、こんな感じ大丈夫、ね、ちょっと待って、これでいいよね、あ、これでいいよね、これで、あ、これ大丈夫、はい、のこさん入る、いや、のこさん入るよ、入るでしょ、俺ほら、さっきとかやってないから、はい、これで、はい、これで、ちょっとこれで、はい、これで、これで、おい、よし、これで、はい、これで、え、これ今止まった、止まった、俺もちょっと、こんな風邪ひいちゃう、マジ、うん、汗がすごいもうね、冷えちゃってね、もう冷えてきたわ、あ、まあいいや、はい、まだここからね、熱くしていこう、よし、はい、あれ、歌ったよ、やばいよね、今のね、だからもう、ほんとわちゃわちゃしてんだよ、今日もう、時間もさ、もうねえしさ、今日一日、ほんとにね、みんなもそうかもしれないけど、ちょっと俺もね、こっちもわちゃわちゃしてます。美佐子、美佐子、元気でやってるぞ。なんだよ。もうちょっと面白いかと思ったら、そんなでもなかった。何やるって言ったっけ？俺イカレタニートとボクブレと肉魔法と夏休みの前にか。何からやろっかな、なんか夏休み系からやろっかな、夏休み系からじゃあ普通になんか、じゃあ22歳の夏休みっていう曲を聴いてください。大丈夫だよね。ちっちっちっち、22歳の夏だ、みたいな感じで。はい。22歳の夏休みって曲をちょっとかまします。おっしゃ、早い。すまん。頑張れ。はい。じゃあ、ありさず、もう22歳です。はい。22歳の夏だ。8月の君と雪夏休み10年前もうちょい前あだ名があった頃帰りてが本音です、断れよ腰抜け、夏がまた来たので
過ぎてしまえとチャリの他のただ採掘をぶち取って癒やします一緒に最後もないわあなたの姿その背中を追いかけるように次の曲、いきます、それが、何でしょうか。イカれたニート。イェーヘイヨイカれたニート。イェーおドラムおいモノくんカイドウどけてめまあドラムまだいらねえぜおいカイドウ北海道おい行ってこいよてめえもよたまにはよおい北海道カイドウどうするこのままビートはなくすのかいでも別にこのままいけるぜ Oh you know ベアスのたまに Hey you お前も You you boy みんな baby 俺はこうやってビートがあれば乗っかっていくぜ考えすぎた日に俺はもうやっちゃっているぜイカれたニート Baby say行かれたり
け。カレートニートここに柏に集まるそう。お菓子のようにパクパク食べていく俺のこの感情。もうもうやってらんねえぜよ本当にもう。毎日がただ気だらくに過ぎていく。だって俺たちと行かれたら行こう。行かれてる。行かれてる行こう。紅茶箱もいっぱい。いや、これはこれで素晴らしいからね。いや、これはこれで素晴らしい。あ、次は、はい、イカれたニートやって、僕ブレーでやろうか。はい。じゃあ、大丈夫。いや、じゃあ、ね、追い出して、追い出して。うん。じゃあ、ちょっと僕ブレード、ちょっとね、ぶちかけて。高速ビートで。え、アフトビートで。あ、ああ。僕ブレイド、ちびまる子ちゃん。呼んでるふりして忍ばせた。未来を定めていたらばだ。こっちを取った。Blade on it.
感じです。だってもう笑えない。頭が閉めて走れて走れて走れて痛くなりました。あとみんなよっしゃ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 。配信止まってないよな。よかった、配信止まってない。バッテリー残量が少なくなっちゃった。静止画かマジかよ。ずっと静止画なの。電波ない。いや電波はある。音は聞こえてるでしょ。音は聞こえててずっと静止画なんでしょ。うん、音は聞こえてるならまでいいや。はい、音のみ。これ何なんだろうな。電波不足ってけど書いてある。外行っか。はあ、音もしなくなった。まあいいや。一回ちょっと待ってください。ちょっと充電もなくなっちゃってっから。あ、聞いた。ちょっと待って。なんかね、電波がね、あれってなんかね、出ちゃって。うん、うるせえよ。黙れ。黙れ、お前ら。音治った。治ってないやつがいるけど、黙れ、今もう。こんな白熱ライブして、頭がもうさ、頭がもう、完全に狂ってんだよ。知らんねえや。ちょ、黙れ。あと30、一回ちょっと出よう。電波が、なんか電波でしょ、悪くない。みんな多分これ聞こえてるかわかんないけど。聞こえてる人、けど聞こえてんな。聞こえてはいたからよかった。お疲れ様です。聞こえてはいるんだってよかった。